前節からゴールキーパー上田が帰ってきてくれました。ディフェンスは4枚、青山は6試合ぶりのスタメン、センターバック藤竹と大賢治のコンビ、そして左に辛坊、アンカーに千部、一つ前に下沢と徳永、スリートップは右に園田、左に岡田、真ん中に工藤、いつもの 4-1-2-3。 続いてアウェー AC 長野パルセイロのスターティングメンバーです。 3-3-2-2 で予想しました。ゴールキーパーは大内、3バックは池谷、吉岡、秋山、ワンアンカーの位置に宮坂、右に森川、左に杉井、セカンドトップに佐藤と坪川、そして宮本と東、2試合ぶりの先発。キーパーとの間を狙ってきました。1人2人と倒れましたが、ノーホイッスル。フランガーのシュートを狙うように見えましたが、ここのプレーにオフサイドを示すフラッグが上がっています。そのさらに外、宮崎が攻めていきます。今度は外から中へ、徳永、もう一つ外、ワンツーでつないでいく、徳永進入、これは大内ががっちりと掴みました。一ついい形ができました。二人巻いてくる、大外、まだボールが生きています。マイナスの位置には自分、ボックスの中で攻めていく、シュートを狙っていきました。どこにパスが来るかという中で選択したのはシュートでした。前でつなぐ、坪川シュートだったでしょうか。前でつなぐ、宮本一つかわして、よくしのいだ上田。いや、素晴らしいシュートでした。よくしのいだ上田俊介。坪川が粘って、ここで宮本からの落とし、さらに右はたいて佐藤から森川つなぐ。青山が追い越していくというところ、チブから園田を走らせる、落ちたところにもう一度チブ、コーナー狙っていきました。7メーターと少しのその幅、このポストをここから狙っていくようなところ、この後です。左足コントロールして、徳永、岡田が縦に走る、中には高橋と園田、大外に青山、ここに走り込んでくれというヘディング。ここから逆サイド、青山からファーに東、スペースを使います。自ら運ぶ、フリック、シュートはクロスバーの上、悔しがります園田拓磨。このフリックに背番号19佐藤が回収します。簡単には蹴らせてもらえない。宮崎は奪い返す、出しどころもこちらもない。自分もう一度、右には青山が開き直しています。左をそのまま使っていく、岡田の右足、チブからワンルックして、ここに背番号31岡田優輝、つなぐ、ゴールの正面持ち込む、運ぶ、ボックスの中進入、よく手を伸ばしました大内。2桁10本目、今度は決めることができるか。宮崎巻いてくる、押し込んだ、オフサイドのシグナルはなし、コーナーキックから巻いてくるボール、
期待に応えてこのヘディング。狙いすましたこのボールに飛び込んだ背番号11、橋本圭吾、このガッツポーズ。試合終了を告げる長いホイッスル。ペゲバジャーの宮崎、3試合ぶりの得点。橋本圭吾、チームとしても3試合ぶり、第3節の敗戦以来8戦負けなし。このピッチ